ボーイズグループ BTS、防弾少年団の V、自民、RM、人が28日午後、インチョン空港を通じて第64回グラミー賞への出席と単独コンサートのためにアメリカ・ロサンゼルスを経由しラスベガスに出国した。BTS は音楽界最高権威のグラミー賞に楽曲バターでベストポップ賞、グループパフォーマンス部門の受賞にノミネートされた。グラミー賞に受賞式に4年連続参加した後、来月8日9日、15日16日にアメリカラスベガスのアレジアントスタジアムで単独コンサート BTS パーミッション2ダンスオンステージ LAS ベガスを披露する予定。80s 7、16、17、18の3日間、ピアアリーナミリメートルで日本初となる単独コンサート 80s 2022ワールドツアーインジャパン開催。決定。BTS、防弾少年団、第94回アカデミー賞に映像で登場。浜口竜介監督のドライブマイカーに出演したジンデヨン、トロフィーを持った写真を投稿。ドライブマイカーは第94回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した。